私ではありませんよ、シャノさん。私ではありませんとも。もちろん私でもありません。お嬢様と仲が良かったのはカノンさんと、あとシャノンさんじゃありませんか。ああ、そうだったわね。シャノンちゃんならジェシカちゃんも部屋に入れてくれるかもしれない。でもあなたはお父さんのところにいたはず。でも実はあなたが犯人。シャノンが犯人のわけはない。おじい様のところで大切な用事をしていたとさっき言ったはず。ええ、分かってる。シャノンちゃんとゲンジさんが犯人だ。ずっと一緒にいたってお父さんも認めてる。さて、みんなはどう考えるかしら。意見はないよね。じゃあ私の意見を言うわ。カノン君が死体なき犠牲者である可能性はもちろん否定できない。でも死体が見つからない限り、カノン君が容疑者である可能性も全く否定できないわ。ひょっとするとカノン君は犯人に襲われてどこかに監禁されていたというような口実でひょっこりと現れるかもしれない。でも用心して。多分おそらく、いや確実ね、カノン君がジェシカちゃんを殺した。バカ私には信じられません。カノン君がお嬢様をなんて。あんまりです。僕もシャノンに同じだよ。カノン君が犯人だと決めつけることには反対だ。なら大田さんと熊沢さん、どっちが犯人か怪しい方を教えて。私たちではありません。カノン君じゃなくてこの扉を施錠できるのは誰なの。シャノンちゃん、ジョージ君。ねえ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 、悩む。わらわのせいにしてしまえ。19人目の謎の来客のせいにすればよいではないか。そうすれば人間どもの醜い押し付け合いを見ずに済むぞ。つまりなんだよ。犯人は19人目の来客、ベアトリーチェ。こいつは魔女だから、マスターキーがなくても魔法で施錠できた。そいつを認めろってのかよ。ふざけるな、ふざけるな、ふざけるな。前回のゲームでお前の弱点は知り尽くしているぞ。さあどうする、どうする。お前はわらわを絶対に認めないのだったな。ならカノンというちょうどいい生贄を使えばよい。カノンがジェシカを殺した。ローザの説を支持すればこの場は丸く収まるぞ。カノンはもう死んでいるのだ。死者に気遣う必要などあるまい。そしてこの場にいる誰も疑わずに済む。ちくしょう。お前を認めたりはしない。でもカノン君が犯人だなんて、そんなことはありえない。私は誰も疑いたくはありません。しかし疑わしきは黒ということもあるにはあります。とにかく用心するに越したことはないでしょうな。
どういう意味ですか？その、勘違いしないでください。私はカノンさんを犯人だと決めつけたいわけじゃない。しかし、事情がわかるまでカノンさんが犯人の可能性もあると、そう思っておいた方が安全だと思うのです。そうですわね。用心はしてしすぎることはありませんもの。それで正解よ。警戒してしすぎるということはない。それについて異論はないわ。いい？この殺人事件にはお父様の黄金伝説が関わっている可能性がとても高い。だとすれば、数百億円の莫大な黄金を独り占めしようと企む何者かの犯行に違いない。それだけのお金が手に入れば、どこの国でも生涯遊んで暮らせるわ。そのためなら私たちを皆殺しにすることだってあるかもしれない。マスターキーを持っていないという理由でジェシカちゃん殺しについてだけは19人目の来客ベアトリーチェを容疑者から外した。でも事件に関わってないとは言えないわ。何しろ莫大な黄金ですもの。犯人は複数人いる可能性だって否定できない。今この瞬間、この中に犯人に買収されている人間が混じっているかもしれない。容疑者でないと信じることができるのは二つしかない。自分自身と、そして死体になったものだけよ。それはカノン君も同じ。死体が見つからない限り、彼はジェシカちゃん殺しの最有力容疑者なのよ。だから用心して、もし生きてたとしても、何かの理由を取り繕っても、絶対に信用しちゃダメよ。いいわね？わかった。カノン君がもし現れても油断しないで。カノン君の無実を証明できない限り、私たちはジェシカちゃん殺しの犯人をカノン君だと仮定します。
つら、なんでカノン君のことを犯人扱いするんだよ。死体がないからです。死体がないとなんで犯人扱いなんだよ。カノン君は私のために命がけで戦ってくれたんだぜ。それであの魔女に戯れに下向けされて、それで犯人はカノン君だなんて、ひどいぜ、ひどすぎる。いいんです、結局守りきれなかったけれど、最後にお嬢様のお役に立てたのですから。それをどうしてみんな分かってくれないんだよ。やめろ、ローザおばさん。そんなめちゃくちゃな推理でカノン君を犯人だなんて決めつけるな。犯人だとは言ってません。疑わしいと、いえ、用心しようと、そういう話ですから。言ってるよ。こいつらはカノン君が犯人だということにして、きっと思考を停止する。もう私を殺した犯人が誰かなんて考えないよ。カノン君が犯人でない可能性なんて考えないよ。そしてこの後も何かあるたびに行方不明のカノン君の仕業にして言い訳を繰り返す。私はそんなの耐えられないよ。いいんです、お嬢様だけは真実を知っています。私だけが知ってたって意味がないんだよ。死んでわかった、真実ってのは生きてる人間のものだ。真実が残らなかったら死者は報われない。何のためにカノン君が命を懸けたのかわかんなくなっちゃう。実に愉快な見物よ。死者の嘆きほど甘い蜜も珍しい。嘆け嘆け、そなたがいくら嘆こうとも死者の声は決して聖者には届かぬ。畜生、畜生、誰でもいい、私の声を聞いてくれ。カノン君は犯人なんかじゃない。カノン君は死体を消されただけなんだ。どうしてそれが分かんないんだよ。お嬢様、こんなの嫌だ、悲しい、悔しい。これじゃカノン君は殺されそうじゃないか。死者の名誉は聖者が認めなきゃ得られないんだ。誰でもいい、気づいてくれよ。お願いだよ、カノン君は犯人じゃない。うわぁ、行くなよ、行くなよ、みんな頼むから、そのままで終わりにしないで、行かないで、行かないで。お嬢様、もういいんです、ありがとう。行くなよ、行くなよ、みんな故障だよ、戻ってくれ。このまま私たちを残さないで、カノン君を犯人扱いのままにしないで。届かぬわ、死者の嘆きは決して届かぬ。笑わせる、ああ笑わせるぞ、お前のその顔。届くと思ってるだろう、届かないんだよ、ジェスカー。全然ダメだな。え、バトラ君、何か言った？ああ、ダメだ。全然ダメだな。
全然ダメって。どういう、何か異論でもあるの？警戒しようって話にだけは賛成する。だがカノン君が犯人ってことにしようって話は悪いが拒否させてもらう。ほう、ここで食いついてくるとは。カノンが犯人ではなく、しかもわらわの仕業でもないならば、このジェシカの部屋の密室をどう説明する？実を言うと、それについてはお手上げだ。まったく、俺はどうして全然ダメだなんて言っちまったんだな。自分の言動には責任を持たねえとな。理論武装ゼロの都市空間だがな、俺はこれ以上指を加えてないぜ、ベアトリーチ。バトラ様、カノン君が犯人ではないという証拠でもあるのかい？なら、バトラ君は他の使用人の誰を疑うの？ゴーダさん？それとも、熊沢さん？よせよ、ロザおばさん。俺は、熊沢のばあちゃんという人をよく知ってる。たまに仕事をサボってたりするが、いつだって人を楽しみさせようとする人だ。たとえ金に目がくらんだとしても、殺しだけはする人じゃねえ。わ、バトラさん。そして、ゴーダさんとは、俺は昨日会ったばかりだ。正直この人のことはまだよく理解していない。だが分かったことがある。私はこんなに楽しそうに飯を作る人を俺は見たことがない。同じなんだよ、熊沢のばあちゃんと同じだ。ゴーダさんは人を喜ばせるのが好きな人なんだ。そんな人が自分の飯をうまいと褒めてくれた人、たとえ金を積まれたって殺すもんか。なら、バトラ君は誰がジェシカちゃんを殺したというの？マスターキーでしか施錠できないこの部屋に誰がジェシカちゃんを閉じ込めたというの？待ちな、それを論じる前に俺ははっきりさせておく。誰々が犯人でないなら誰々が犯人という話がしたいんじゃない。俺は単にカノン君が犯人だということは断じてありえないという話がしてだけなんだ。犯人がカノンではないということを立証できるというのだね。どうやって？実に簡単なことさ。危うく見落とすところだったぜ。ベアト、復唱要求。言えるもんなら言ってみろ。カノン君はマスターキーを持っていた。ほう、カノン君はマスターキーを持っていない？どうしてそんなことがわかるの？さっき俺はゴーダさんに話を聞いた。カノン君と別れる直前、ゴーダさん、あんたはちゃんと覚えてたよ。あんたはカノン君の名誉を守った。私がですか？同じ話は僕も聞いてたよ。でも僕にはよくわからなかった。説明してくれるかい、バトラ君？そうさ、ジェシカは貴賓室の鍵を開けるとき、カノン君に鍵を借りた。返さない。だからカノン君はマスターキーを持っていないんだ。それはどうかな。確かにゴーダの記憶上ではマスターキーをカノンに返してはいない。しかしゴーダが見ていないところで